安定性あるんですけど、他の スイートチャージを獲得したので、全世界で一番速かったチャレンジャーが先ほどこの真ん中から出ています。ちょっと上りのコースをご用意して皆さんに負荷が切り替わっていく様子を体感して